絶対にあれをしてファンを喜ばせたい。このように話したのは、国内 FA 権を行使した上で残留を発表した岩崎投手。生涯阪神ともいえる契約が判明した時は嬉しかったですよね。そんな姿を見て感じたのは、岩崎投手とは逆に阪神から国内球団に FA 移籍した選手はいるのかということです。歴史を紐解くと7名の選手が該当しましたが、それぞれにとんでもない移籍理由がありました。なぜ彼らは人気球団からの移籍を決断したのでしょうか。今回は独断と偏見で選んだ阪神から FA 移籍した選手を3名紹介します。当時を思い出しながら最後までご覧ください。松永博美。史上最高のスイッチヒッターとして名を馳せた松永選手。ダンディーな見た目でザ・昭和の野球選手という感じでしたよね。そんな松永選手はファンにトラウマを与える FA 流出第1号になりました。阪急オリックスのスターだった松永選手ですが、土井監督が就任した1991年頃から環境が一変。打撃練習の時間配分をめぐって監督と、さらに寄付に対する考え方をめぐって球団と対立しました。そんな状況もあり、1992年オフには電撃トレードが行われます。先発投手が欲しかったオリックスは阪神にトレードを打診。24歳の野田浩二投手にラブコールを送り、交換相手に松永を出すと提案しました。1992年の阪神は、優勝を逃したのは長距離砲が不足していたからとスラッガーを探していた時期。見事に思惑が合致し、松永選手と野田投手の交換トレードが成立しました。野田投手視点のトレードについてはこちらの動画で紹介しているので、ぜひご覧ください。当時32歳の松永選手はピークこそ過ぎていたものの、誰もが知るスター選手。中村克弘監督が、これ以上ない頼もしい選手、勝てるかどうかは彼次第と話せば、松永選手も、監督を男にしてみせる、俺は義理堅い男だよと自信をみなぎらせました。もちろん松永選手の加入にファンは歓喜。松永フィーバーが巻き起こると、開幕戦で5打数5安打デビューを飾り、加熱ぶりは頂点に達します。開幕戦が頂点なの？と思うかもしれませんが、間違いなくここが頂点でした。開幕3戦目に負傷して戦線離脱すると、5月に一旦復帰した後、またも登録抹消。シーズン中に背番号を02に変更したり、3試合連続先頭打者本塁打の世界記録を作ったものの、想像していた松永とは違うという声が相次ぎました。結局松永選手は80試合の出場にとどまり、11年間続けてきた規定打席到達もストップ。阪神も4位でシーズンを終えると、オフにトラウマを与える出来事が起こります。選手会の改革委員長を務めていた松永選手は、球界初なので事例を作りたかったと自身が推進した FA 権を行使。今では当たり前の FA 交渉ですが、当時は全てが手探り状態でした。勝手がわからない阪神は年俸600万円ダウンを提示した上に、君とは縁がなかったんだよと今なら炎上確実の発言。松永選手は後に FA 自体に戸惑っていたのかな、宣言した時点でもういいよみたいな感じだったと振り返っています。今でこそ冷静なものの、当時の松永選手は阪神とは縁がなかったとブチギレ。トレード相手の野田投手が大活躍していたこともあり、マスコミも黙っていませんでした。追い打ちをかけるように、松永が甲子園は幼稚園の砂場と発言したと報じると、さらに大炎上。聖地を侮辱されたことに怒ったファンからは抗議の電話が殺到したといいます。後にマスコミによる誇張だと判明しましたが、松永選手はマスコミへの恐怖感を覚えたと振り返りました。結局松永選手は日本球界の FA 移籍第1号としてダイエーに移籍。移籍1年目にパ・リーグ4位の打率を残すなど、見事に復活しました。阪神ファンにトラウマを与える FA 移籍になりましたが、当時のフロントがひどかったことも事実ですよね。当時を知るあなたはこの騒動についてどのように感じましたか？ぜひコメント欄で教えてください。中田浩二。マイクの愛称で親しまれた中田投手、引退後も関西ではテレビに引っ張りだこの人気者でしたよね。そんな中田投手はフロントからとんでもない言葉を告げられ、 FA 移籍を決断しました。1983年のドラフト3位で
阪神に入団した中田投手、プロ初勝利を完封で飾るなど期待されましたが、暗黒時代も相まって負け越すシーズンが続きました。1988年から2年連続で開幕投手を務めたものの、勝ち星が伸びず、なんで一軍にいるんやと嫌味を言ってくるコーチもいたそうです。そんな中田投手の転機になったのが1991年の秋季キャンプ。そろそろ頑張らないとクビになるかなと思ったと目の色を変えたことがきっかけでした。同期の中西陽希投手を見て、星から一度目を切るフォームを試すとコントロールが安定、さらに甲子園のラッキーゾーンの撤廃など環境面の変化も中田投手を助けました。心機一転で臨んだ1992年は5月に初の月間 MVP を獲得すると、最終的に14勝を挙げ最多奪三振のタイトルを獲得。前年最下位のチームを2位へ浮上させる原動力になりました。あなたもついに大エースの誕生やと喜んだのではないでしょうか。しかし中田投手の覚醒はこの年限り、大黒柱の誕生は幻想に終わりました。きっかけになったのは谷町からの誘い。誰からも愛される中田投手のもとには次から次へと遊びの誘いが舞い込んだといいます。中田投手はゴルフして、ステーキ食べに行って、高級クラブに行って、深夜1時ぐらいに帰る、そんな生活が週3回、多い時は5回くらいあったかな。朝起きたらしんどいから練習やめとこうってなる、断る勇気を持てばよかったと後悔していますと振り返りました。前年に200イニング以上投げた疲れは色濃く残り、1993年は開幕投手を務めながらも3勝12敗と大きく負け越し、翌年は7勝を挙げて復活の兆しを見せましたが、1995年は0勝2敗に終わりました。中田投手は FA 権を取得していたものの、再契約金はいらないから阪神に骨をうずめたいと思いを吐露、自分の立場を理解して契約更改の席に着きましたが、代表から思いもよらない言葉が投げかけられます。これは FA 権やない、単なる紙切れや。いつも笑顔で誰からも愛された中田投手もこの時ばかりはブチギレ、紙切れと言われたんで帰りますと席を立つと、報道陣に交渉のすべてを暴露しました。翌日のスポーツ紙で大々的に報じられると、球団も大慌て、そんなこと言うてない、いや言ったじゃないですかと水かけ論に発展しました。最終的に中田投手が聞き間違いだったと折れましたが、腹の虫が収まらず FA での移籍を決意。過去に臨時コーチとして指導を受けた廣岡達郎氏を慕い、ロッテへの移籍を決めました。それでも一度狂った歯車は戻らず、2年間で0勝1敗、FA 戦士らしい働きは何一つできず、1997年オフに戦力外通告を受けました。遺恨を残して移籍したものの、阪神が大好きだった中田投手、紙切れ発言をした代表が球団を去っていたこともあり、再び阪神の入団テストを受験しました。一度は取るからそのつもりでいてくれよと言われたものの、合格したのは同じくロッテを戦力外になっていた遠山昌司選手。中田投手は悔しさをあらわにしながらも、もうすっきりしましたと34歳で現役引退を決意しました。煮え切らない気持ちはあったものの、遠山選手が活躍する姿を見て、阪神は俺を取らんでよかったなと思ったそうです。引退後は紆余曲折ありましたが、現在は現場監督業をしながら YouTube での活動も続けています。藤本敦史、恐怖の8番打者として名を馳せた藤本選手、一度は野球を諦めながらも岡田彰布氏との出会いによって再びプロを目指した話は感動的ですよね。そんな藤本選手が FA を決意した裏側には一つの思いがありました。2000年のドラフト7位で阪神に入団した藤本選手は1年目から存在感を発揮、 F17 の一角として注目を集めると、プロ3年目の2003年に大ブレイクを果たします。ファン投票でオールスターゲームに選出されると、自身初の規定打席と打率3割を達成、恐怖の8番打者と呼ばれる活躍で18年ぶりのリーグ優勝に貢献しました。しかし藤本選手は人気球団ならではの悩みに直面します。後に藤本選手は、阪神はちょっと活躍したらチヤホヤしてくれる、天狗になるっていうより勘違いするんですよね、俺これでいいんやみたいなとレギュラーとして浮かれ始めていたことを明かしました。そんな様子を見抜いていたのが金本智明選手。
金本選手からは、目標がなくなると思ったからお前に3割を打ってほしくなかった。レギュラーは5年守り抜いて初めて言えること。プロの世界は一寸先は闇だからな、と注意喚起があったそうです。それでも周りからのお前は大丈夫やという声もあり、藤本選手は気にしない素振り。鳥谷選手の加入後にショートを奪われたものの、しばらくの間レギュラーとしての立場は変わりませんでした。ですが徐々に金本選手の言葉が現実になっていきます。レギュラー5年目を迎えた2007年から出場機会が減少。どうやら岡田監督が体の構造を見ると守備はもう伸びないと判断したことが関係していたようです。関本選手にレギュラーを奪われると、その後も平野選手がセカンドのスタメンに定着。2009年にはわずか47試合の出場にとどまりましたが、それでも危機感はなかったといいます。藤本選手は、たくさんのファンがいる甲子園で試合に出ればまた応援される、このままじゃいけないと感じていたけど、今思えば満足していたところがあったと振り返りました。2009年に国内 FA 権を取得した際も、どうせ使わんだろうと放棄しかけましたが、とある選手たちから助言が送られます。助言を送ったのは金本選手や矢野選手など移籍を経験した先輩たち。先輩選手からは、他のチームに行った方がお前のためになるというアドバイスがあったそうです。現状に満足していた藤本選手は自身を奮い立たせ、とりあえず1軍にいるって考えじゃダメだと思った、もう1回失敗を恐れずにがむしゃらにやっていこうと一念発起。2009年オフに FA でヤクルトへの移籍を決意しました。対談時には、ファンの皆さんにはありがとうと言いたい、阪神の名前はないが一人の藤本敦史という野球人として野球に励んでいきたいと決意を表明しています。ヤクルトではがむしゃらな姿勢がプレーに現れたものの、悲鳴を上げたのが古傷の腰。週1回の痛み止めが欠かせないほど悪化すると、プロのレベルにないと2012年限りで現役から引退することを決めました。甲子園ラストゲームでは阪神ファンからも温かい拍手。藤本選手は、絶対泣かないって我慢しましたがダメでした、甲子園には思い出がいっぱい詰まっていますからと話しました。生涯阪神という選択肢もあった中で、悔いのない野球人生を送ることを優先した藤本選手。2015年からはその経験を買われコーチとして阪神に復帰しました。そして2023年からは野球界に導いた恩師岡田監督の下で帝王学を学んでいます。2024年には大山雄介選手をはじめ多くの選手の国内 FA 権取得が予想されるタイガース。ファンとしては是が非でも残留してほしいところですが、 FA は選手に与えられた権利、悔いが残らない野球人生を送るためにも慎重に判断してほしいですね。あなたは阪神から国内球団に FA 移籍した選手と聞いてどんな選手を思い浮かべましたか？よろしければコメント欄で教えてください。本チャンネルでは野球に関するあんなことやこんなことを考察していきます。ぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたします。